まあ、おはようございます。マイケルコンボイです。さて、今回も稲妻イレブン GO 社員の実況をやっていただきます。よく聞いて、帝国学園と転生するならチームレベルが15、17欲しいわね。準備はできてるかしら。15なので大丈夫です。スタメンに天魔と神道、ベンジン、ズルギを入れてください。で、いつも通りのメンバーにするので、フォワードは森、さあ、やってください。フォワードは森にしておきます。帝国は強いわよ。しかも兄が指揮を取っているのなら、その力は最大限に引き出されるはず。油断しないで。起動。エンド、お前の覚悟を見せてもらうぞ。16ですね。ちょっと敵のステータス見ますね。皇帝ペンギン7、C4I、ブリタニアクロス、ダッシュトレイン、サルガッソ、ブリタニアクロス、サルガッソ、バワースパイクですね。化身使いは2人、シードは4人います。今回は実況っぽくやっていきます。さあ、始まりました。雷門中大帝国学園、さあ、キックオフです。ちょっとすみませんね。まずは雷門でボールをキープしてみるようです。まず振動が取った、次に早見が取った、そして天魔にパス。振動に通った。さあ、ここで速攻を仕掛けてくるか。ここはミトなんで森に渡した。成立。いきなり車だ、知らない。パワースパイク。はあ。攻撃開始。了解。はい。うおぉ、ふっ、止めたー。ライモンチーム味方のシュートを全身で止めたー。面白くなってきた。でも、あんなシュートを何本食らったら持ちません。守りを固めますか。いや、守っていても勝てない。まして相手は帝国、勝つにはアルティメットサンダーしかない。少ないチャンスで決められたためにも、ボールを奪ったらすぐにアルティメットサンダーだ。いいな。神道にボールを渡しましょう。三国先輩が持っているので、天城に渡して、天魔、神道に渡りました。行くぞ、アルティメットサンダー。パス、パス、パス、アルティメットサンダー、うわー、失敗した。これが、今のライモンか。破壊しろ。総員、オペレーションアルファ1。やっと命令が出たが、行くぞ。皇帝ペンギン7。決まった。帝国の強烈なシュートがライモンゴールをこぎ出しました。帝国の壁はお前たちが考えているよ、はるかに高く厚く硬い。帝国のサッカー甘く見るなよ。結構きつそうですね。森にパス。4回連続でパスですね。森、早見、神道、天魔、成功です。これは楽なんですよ。大戸泉が攻める。帝国は強い。剣、お前がいたら。これしばらく黙っておきます。
それからも俺たちは必死で戦った。だけどアルティメットサンダーは成功しなかった。そして一例のまま前半を終えてしまったんだ。監督は生ぬるい。ライムの総攻撃をかければ一撃の圧。今こそその時ではないか。そうするにはお考えある。俺たちは命令通りにやればいい。帝国学園のサッカーをな。俺に命令するな。帝国のキャプテンは俺だ。軌道創水のサッカーを一番理解してるのは俺だ。どうしたエンド、ライムの力はこんなもんか。ふっ、このままじゃ勝てないですよ。せめてアルティメットサンダーを成功させないと。キャプテン、皆さん後半を調整しましょう。調整してるけど何も始まりません。でも成功させるにはどうすれば。俺を出せ剣。俺を試合に出してくれ。今度は逃げないのか。シードじゃない、一人のサッカープレイヤーとして頼む。信用できるわけない。でしょね、遠藤監督。決めるのはお前たちだ。俺は剣を信じます。剣は俺たちをいつも苦しめてきた。そんなやつを信じられるのか。信じます。思い出してください、次のプレーを。サッカーが好きじゃなきゃあんなすごいプレーできるはずない。だから俺は信じます。俺も信じる、キャプテン。仕方ねえ、分かったよ。剣、出ろ。はい、頑張ろう剣。さあ行くぞ。後半始めからアルティメットサンダーを打つ。剣京介が仲間になった。これで本格的な仲間になったので強くなります。森を避けて剣を出します。森に代わって剣が入ります。進藤にボールを渡すのが最前線です。黒き翼レイブン。さあ敵にボールを奪えてしまった。振動ここでどうする。オートスライディングを仕掛けてきた。オートコで成功だ。何をする気だ。まさか、どうなんの。あ、失敗した。タイミングもキックも完璧だったのに。よくわかるな、素人で。何、私みたいに兄さんがサッカーをする姿が見たかった。それだけだったのに。京介、分かっているんだ。お前がフィフスセクターに入ったのは俺のためなんだってことか。だけど俺のせいでお前が自分のサッカーを見失うことはない。京介、お前はお前の道を歩け。そうすれば俺はお前と夢が見られる。シンドにボールを渡すのがもう一回です。クラマがいつもに座って取ります。あとはシンドにパスですね。敵が多いので気をつけましょう。アスカジに見つかりました。おいしょっと、ダメでした。スライディングを仕掛けた。ブリタニアクロス。これかなり強いんですよ。おっとスライディング、しかしこれは無理だ。もう一度スライディング、しかしこれも無理だ。ブリタニアクロス。ちょっとこれやばいですね。
これ手に入れられるかもしれません。ダッシュトレイ失敗。いや、あ、よし、オッケー、なんとか足りました。あとは振動にボールを渡すだけです。テーマに渡して、次に、おっと、マークがついてます。おっと、外れました。振動にボールが渡りました。アルティメットサンダー、うわマッハウィンド。まあ、ハウンドよ、覚えました。U サンダーが使われました。しかし化身使いがいるのでちょっときついですね。龍騎士テニス、いつもにボールを取らないように。いや、このゲームは万人も言ったかもしれませんけど、バウンドがないんですよ。なので、ね、ボールが弾まないので、なかなかっていうのいきません。牽制ランスロット、ちょっと なんか間違えました。さあ、どっちが勝つでしょうか。よし、勝った。ロストエンジェル、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。バイバーイ。